ここをこう優しく押してあげる。すると、頭痛だったり、脱毛改善に効果があると言われてます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はまずシャンプー台にいます、まず。今日は何かと言ったら、頭皮だったりとか、トラブル結構ある方、抜け毛だったりとか、例えば頭痛持ちの方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、それを改善するヘッドスパの方法、マッサージ方法を今日はやっていきたいと思います。はい。1日ではちょっと難しいんですけど、それを何回かやることによって改善されるっていう方法なので、ぜひ皆さん覚えてみてください。で、今日使う商品はこちら、クレイシースパ。これ、僕がプロデュースした商品になります。で、これ何かと言ったら、シャンプーとトリートメント、それまで全部使える、オールインワンのスパトリートメントになります。なので、シャンプーしないでこれつけてもらって、マッサージするだけ。で、結構爽快感があってね、ちょっとスーッとするんですけど、で、髪の毛もすごいツヤが出て、柔らかい感じになるかなと。あと、ポイント的には、アホ毛も結構抑えてくれます。なので、これ今日使っていって、あと専用のブラシ。これを最初にブラッシングすることでシャンプーする前に汚れとかマッサージ効果があるので、これとこれを使って今日は美咲さんの頭で、剛毛の美咲さんの頭でやっちゃいます。ぜひ皆さん参考にしてみてください。ではそれでは動画をスタート。まずはブラッシングからやっていきます。で、最初にこう根元からやっちゃうと結構引っかかったりもするので、引っかかりやすい方は毛先の方から根元に向かって順々にやってあげると溶かしやすくできるかなと思います。汚れだったりとかを浮かしていく状態ですね。にやっていきます。じゃあまず流していきますね。この流しが結構重要で、2、3分、いや3分以上流してあげると本当はいいかなと。それで 80% ぐらいの汚れは取れてくれるというので、まずはしっかり流します。で、根元にこう指をちょっと、指の腹ですね、腹で根元にこうお湯を通すような感じで、優しい、ガシガシガシってこするんじゃなくて優しくこすってあげるだけで汚れは落ちてくれるので、まずこう頭皮を洗うようなイメージで3分から5分ぐらい流してください。じゃあクレイシースパを使っていきます。で、大体、ロングヘアだったらこうピンポン玉2個分ぐらいなんですけど、今日ちょっとシャンプーみたいなマッサージのことやっていくので、ピンポン玉1個分ぐらい出して手になじませて全体的に頭皮にまずつけていきます。まずはもう指の腹ですね。頭皮を触って下から上に円を描くようにマッサージする。自分でやるとこの手が逆さまになりますね。こういう感じで、まずは軽くマッサージをしていきます。で、基本的にこの頭頂部、この一番上の部分なんですけど、ここって言ったら筋肉が全くない状態なんですけど、ここを動かさないとあまり意味がないので、ここを重点的に動かしていきます。次に、前頭筋、この前の筋肉ですね。ここを下から上に向かって指の腹、4本ぐらい使って円を描くようにマッサージしていきます。ここをやることによって目の疲れがちょっとなくなってくれるんで、すっきりしてくれます。で、その次にこの横ですね、側頭筋、これも耳の上から上に向かって円を描くようにマッサージしていきます。後頭筋ですね。この後ろの部分の筋肉なんですけど、これも下から上に向かってマッサージをしていきます。これを何往復かするだけでマッサージは大丈夫です。次にツボやっていきます。結構これ重要で、まず百会っていうツボがあるんですけど、それはこの頭頂部の真ん中あたりの一番上の部分ですね。だいたい耳から上に上がってきた中心の部分のところです。ここをこう優しく押してあげる。すると、頭痛だったりとか、脱毛改善に効果があると言われてます。で、次に、神経。神経っていうのは、この本当おでこの生え際の部分ですね。の、この辺りの部分を押します。ここも優しく押すと、女性ホルモンが整えられると言われてます。で、次に、眼縁。このこめかみの部分ですね。少し触った時にちょっとポコッとへこんでる部分があるんですけど、目尻の斜め上に上がったところらへん。ここを押すと、片頭痛だったりとか、その辺に効果があると言われてるので、ここも優しく押してあげるといいかなと思います。次に、この後ろの部分のツボを言います。アモンっていうツボがあるんですけど、このどちらかといったらこの生え際の部分の少し上あたり、この辺を優しく押してあげると、不眠症だったりとか鼻づまりに効果があると言われてます。で、その次に、風池っていうツボがあるんですけど、この耳たぶの後ろのある骨。骨のちょっとくぼみがあるんですけど、そのくぼみの部分のツボなんですけど、これ両サイドあります。で、ここが肩こりだったり頭痛、あと眼性疲労に結構効くと言われてますね。で、そのちょっと下、髪の毛の生え際、首筋のところの筋があるところがあるんですけど、そこのツボで、ここが肩こりの効果があると言われてます。なので、この3点を優しく押すと効果があります。で、最後にマッサージした後、自分の頭皮の硬さをちょっと知っておくのも一つのあれかなと思うので、まずこの頭皮のおでこの部分ですね、生え際の部分。この辺の部分をこう軽く押してみて、硬さをチェックします。で、あと、この頭頂部ですね、上の部分を両方押してみて、で、こっちの方が柔らかかったら、頭皮がこっちは硬い状態ですね。血行が良くないので、もうちょっとしっかりとマッサージ、さっきのこう、マッサージして、ほぐしてあげるといいかなと思います。で、最後にそれが終わったらしっかりと流していきます。先ほどと一緒で指の腹を使ってしっかりともうぬめりがなくなるぐらいまでしっかりと流してください。終わりました。いかがでしたでしょうか？やっぱり、ツヤ結構出るので、結構こう、個人差はやっぱりあるんですけど、結構本当に指通りもかなり良くなるし、頭皮も綺麗になります。すっきり。はい。商品ですね。なので、この夏限定の商品になっているので、クレイシースパ。うちのそのバンプでも買えますし、あとはサロミーライブのアプリケーションの中から概要欄に書いてるんですけど、概要欄なんでこちらじゃないですよ。いや、そうなんですよ。に、書いてるので、そこからアプリダウンロードしてもらったら買えます。で、はい、価格2700円。安いです。意外と。はい。なんで、よかったら使ってみてください。僕一応プロデュースしてます。それではまた、さよなら。